ナンバーワンの極意を探る、ザ・チャンピオン。プラスモバイルでスマイル、サイバードがお送りします。今回はラテアートの世界チャンピオン、まずはその妙技をご覧いただこう。わあ、すごい。このラテアートは最高のエスプレッソとミルクじゃないとこんな繊細な模様は描けないんだって。だから味も最高の一杯なんだよ。こんなラテアートを描くのは2008年ラテアートチャンピオンシップでアジア人初の世界一に輝いた澤田浩さん。とにかく練習しまくりましたね。3日で100リットルのミルクを使って練習したこともあるし、まあ、自宅のお風呂にミルクピッチャーを持ち込んで練習したこともあります。なるほど。ひとたびこうだと決めたら全力で取り組む精神力を持つ水星人だから、ハードな練習も乗り越えられたんだね。そんなチャンピオン澤田さんの極意とは。練習は裏切らないっていうことですよね。これぐらい練習してるやつはおらんやろっていうぐらい練習すれば自信もついて結果も出たのかなと。練習という名の情熱が注ぎ込まれたラテアート、これぞ真のチャンピオン。